ディディエ・ジョゼフ・ルイ・ピローには、フランスのレーシングドライバー。1978年から1982年まで、会一ドライバーとして活動した。バルドマルヌ県のビルクレーヌに生まれる、イタリア系フランス人。裕福な家庭に育ち、学生時代は、成績優秀、かつ、スポーツ万能であった。実家の建設業を継ぐことを期待されたが、 イボアニのレーサーのジョゼ・ドレムの影響を受けて、モータースポーツの世界に進む。フランスの石油企業エルフのバックアップを受けて、フォーミュラルノーに参戦し、フランス選手権、ヨーロッパ選手権を制覇する。1977年には、ヨーロッパ界2選手権に参戦。また、スポット参戦した、モナコグランプリの前座会3で優勝する。この活躍とエルフの推挙により、 1978年にティレルからカイ一デビューすることが決まった。カイ一以外では1978年のルマン24時間レースにおいてジャンピエール女装とのコンビでルノーアルピーヌ A442 バイトを借りルノー悲願のルマン初優勝を達成している。また、1977年から1978年にかけては日本でジャフスズカグランプリや 富士 GC に、スポット参戦。中でも1977年11月6日のジャフ鈴鹿グランプリには3年落ちのマーチ742、シャシーでの参戦のため予選では9番手であったが、雨となった決勝レースではスタートから5周の間に、中島悟る、桑島雅美、星野和義を、5棒抜き。使い古しであった BMW エンジンの、 冷却ホースが傷んだためリタイアする28周目までトップを独走し続ける速さを見せリカルド・パトレーゼやケケ・ロズベルグも参戦する中で主役級の話題をさらった第2戦ブラジルグランプリで6位に入りデビュー早々に回一発入賞を達成これを含め計5回の入賞で7ポイントを獲得新人らしからぬコンスタントな走りを見せたポイントでは 炎熟期のチームメイト、パトリック・デパイユに差をつけられた。第2戦ブラジルグランプリで4位、第5戦スペイングランプリで6位に入った後、第6戦ベルギーグランプリにて3位初表彰台を記録。しかしマシンの戦闘力不足からチームメイトのジャンピエール・ジャリエともども苦戦し、シーズン中盤以降は久しく入賞から遠ざかることとなった。第14戦カナダグランプリで5位。 最終戦アメリカ東グランプリで3位に入り表彰台を獲得するなど前年度の成績を上回ったリジェからオファーが届きこの年限りでティレルチームを離脱フランスに本拠を送りジェニー席前年からの改良が加えられた JS11、15は競争力があり開幕から予選決勝ともに好成績を残し第5戦ベルギーグランプリでは予選2位から 第1初優勝を挙げる。また、第6戦モナコグランプリでは、初 PP、第8戦イギリスグランプリでは、初、フロリダを獲得と飛躍のシーズンとなり、フェラーリなどトップチームからも注視される存在となった。8度の入賞に、2PP にフロリダを記録し、コンスタントな走りでランキング5位を獲得。エースのジャック・ラフィーと遜色ない成績を挙げた。 引退したジョディ・シェクターの後釜としてフェラーリに在籍することになり、すでに会一回のアイドルとしての地位を固めていたジル・ビル・ヌーブと組むことになる。ターボマシンの熟成不足に苦しみ、入賞が4位1回5位3回と表彰台すらない、不本意な成績に終わった。またビル・ヌーブに対しては、獲得ポイント、予選成績ともに大きく差をつけられている。 ただし、シーズン前半は予選で8戦中1度しか先行できなかったのに対し、シーズン後半は7戦中4度先行しており、徐々に互角の戦いを見せるようになっていった。1982年オランダ GP で優勝したピローに、フェラーリのニューマシン 126C には戦闘力が大幅に上昇しており、第4戦サンマリのグランプリではフェラーリに、 移籍後初勝利を挙げる。その後は混迷のシーズンにおいて、第6戦モナコグランプリから6戦中5戦で表彰台を記録し、うち第9戦オランダグランプリでシーズン2勝目を記録。確実にポイントを伸ばし、第11戦フランスグランプリ終了時点では9ポイント差でランキングトップにいた。しかし、第12戦ドイツグランプリでの土曜午前、 フリープラクティス中、土砂降りの雨で視界不良のコンディションだった中、およそ170マイルというハイスピードで前走者のタイヤに乗り上げ宙を舞う、大クラッシュを喫して両足複雑骨折の重傷を負い、残る全レースの欠場を余儀なくされた。事故現場にいた者の,の目撃証言では、飛行機事故の現場のようだったとされ、 ピローニが命を取り留めていることが不可能と思うしかない現場だったという。最終的にケケロズベルグにポイントを逆転されて、ランキング2位に終わり、ワールドチャンピオンを獲得できなかった。引き続き入院していた1982年の暮れ、病院にエンツオフェラーリからピローニ宛ての荷物が届き、リディディエピロニ真の1982年パ1位。 ワールドチャンピオンと刻まれた成功な羽馬のトロフィーが届けられた。ピローニはそれを自分の持ち物で最も大切なものだととても大切にした。ピローニとの会話の中でエンツは君が戻ってきた時には君のための車を必ず用意しておくとも言ってくれたという。その後必死にリハビリを重ねたピローニは事故から丸1年経った1983年の オッケンハイムに自分で乗用車を運転して現れた。歩くにはまだ両腕に杖を必要としていたものの、回復した姿を見せた。1986年、リジェと AGS のマシンをテストで走らせるなど、会一への復帰を望んでおり、いくつかのチームとは頻繁にコンタクトを取っていた。パワーボート事故の発生する前週にもローラシャシーで参戦している。 ラルースチーム代表のジェラール・ラルースと、翌1988年に向け、会一復帰の交渉をしていた。1987年、水上のパワーボートレースに転身し、世界選手権に出て、活躍、8月のノルウェー大会で、パワーボート初優勝を挙げるなど、本気でレギュラーシートを狙っていたという。しかし、8月23日の、 サウサンプトン沖ワイト島近郊で行われたパワーボートの世界選手権中相手であるキャリブリー号が高速で海上で回転し転覆。同乗していたクルー2名と共に他界した35歳。ピローニはカンヌのグリモー墓地に埋葬された。ピローニの死後に生まれた双子の子供には双子の母親のカトリーヌグーによりジルとリデ,ディエと2人のファーストネームが付けられた。 現在息子のジルはメルセデス AMG F1 のエンジニアとして会一に関わっている。1982年の F1 シーズンはそれまで続いていた国際自動車スポーツ連盟とフォーミュラワンコンストラクターズアソシエーションの対立という運営の混乱もありシーズンは開幕当初から荒れていた。第2戦ブラジルグランプリでは重量規定違反により1、2位が失格。 これを不服としたフォーチ系チームが第4戦、3リのグランプリをボイコットし、14代のみの出走となった。決勝は、ルノーのルネ・アルヌーとフェラーリ勢が抜け出す展開となり、後続に大差をつけ激しいバトルが展開されたが、アルヌーは45周目にエンジントラブルでリタイア。以後は、フェラーリ陣営の位置からに耐性となったため、同士打ちやガスケを防ぐ意味で、チームはスローの ビットサインを提示したこれを先行する自分に優勝の権利があると考えたビルヌーブに対し、ピローニは燃費に気をつけていれば、ビルヌーブと競り合っていいと解釈。結果として二人のバトルは続き、最終ラップにピローニがビルヌーブを交わして優勝した。ピローニがチームオーダーを無視したと捉えたビルヌーブは激怒し、両者の関係は極度に悪化した。 サンマリノグランプリの2週間後、ゾルダーサーキットで、第5戦ベルギーグランプリが行われた。未だピローニへの怒りが収まっていなかったビルヌーブは、予選2日目の終了直前、自らのタイムを、ピローニに破られたと聞くや、いなや、タイムアタックを開始した。しかし、ピローニのタイムを上回れずアタックを続けた結果、スロー走行中の予ンマスに追突。 シシート諸共マシンからら脱落しし地面に叩きつけられて死亡したフェラーリチームはもに服し、決勝レースへの出走を取りやめた。その後、ピローニは第8戦カナダグランプリで PP を獲得したが、決勝スタート時にエンジンストールを起こし立ち往生。そこに、後続のリカルド・パレッティが激しく追突した。ピローニはほとんど無傷だったが、激突の衝撃とマシン炎上により、 パレッティが死亡した。サーキットは、1ヶ月ほど前に、事故死した地元の英雄の名を取って、イルノートルダムサーキットから、ジルビルヌーブサーキットと解消されたばかりだった。ホッケンハイムで行われた第12戦、ドイツグランプリでは、ピローニ自身が大事故に遭遇する。豪の中行われた土曜午前のフリー走行中、スタジアムセクションに向かう、直線区間で、ルノーのアランプロストの前を、 ウィリアムズのデレック・デイリーが走っていた。スロー走行中のデイリーは後方を確認し、プロストにレコードラインを譲った。水煙により前方視界が悪い中、その後方から接近してきたピローニは、プロストの存在に気づかず、デイリーが自分にラインを譲ってくれたと思った。デイリーをパスしたピローニの前に、突然、プロストのマシンが現れ、避ける間もなく右後輪に乗り上げて、 宙を舞い、プロストの上を飛び越えて地面に叩きつけられ、衝撃でマシン全部が大破した。事故の形態は、ゾルダーでのビルヌーブとほぼ同様だった。ピローニは一命を取り留めたものの、変形した車体に押し潰され、両足に複雑骨折の重傷を負う。ピローニは意識を失わなかったため、いつ炎上するかわからない状態でマシンに閉じ込められる恐怖を味わった上、 救急隊員の足を切断しないと助け出せないかもしれないといった緊迫した会話をすべて聞くことになってしまった。ピローニは金曜日の予選1回目のタイムにより PP を獲得したが決勝は DNS となり結果的にこの怪我で下一キャリアを断たれることになった。プロストは不可抗力とはいえ親友ピローニの悲劇に立ち会ってしまったことで 事故のリスクについて慎重に考えるようになった。後に自身のレース間において1982年が天気になったと語っている。ありがとうございます。